よーし、やるか。はい。どうも、皆さん、ダンブラーです。シビライゼーション6拡張バック入り、初心者向け解説の番外編、パート13ですね。はい。今回は、ランキング形式の紹介の第2回目ということで、えー、文化による勝利、やっていきたいと思います。はい。では、文化による勝利、えー、第3位、フランス。 はい。この文明を持っていきたいと思います。で、フランスはアキテーヌと、そして、カトリーヌと指導者が二人いますが、これについてはね、どちらでも状況によって少し変わってくるというくらいで、直接的な文化による勝利との相性の良さとかっていうことでは、総合的にはそんな変わんないかなと。 はい、いうふうに思いますので、えー、これは指導者はどちらでもということで、フランスの文明を第3位に上げたいと思います。で、フランスはですね、うん、まあ、安定しているということですね。あまり、あの、爆発力とかっていうのはないんですが、あまあ、特になんか、欠点らしい欠点もない文明なので、ま、あの、安定はしているかなということです。で、 特に文化による勝利と相性がいい点としては、フランスの文明能力ですね。グランドツアー。これは中世、ルネサンス、産業時代の遺産に対する生産力がプラス20%ということで、特にこの時代の遺産というのは強力なものが多いものですから、この時代の遺産で文化による勝利と相性がいい遺産を作ることができれば、かなりその勝利条件に近づくことができるということがね、相性がいいかなというふうに思います。まあ あと、遺産による観光力プラス100%は、これはまあまあんま関係ないと思うけど、はい。まあ遺産作りやすいということは結構相性がいいかなというふうに思います。で、あともう一点はシャトーですね。はい。あの、この専用の施設を作ることができるんで、まあ結構お手軽に文化力を増やしやすい、割といい専用の施設じゃないかなというふうに思います。また、アキテーヌがリーダーの場合は、 指導者能力を合わせれば、傑作との相性もいいので、まあ、うまく文化勝利を狙いながら、指導者能力を使ってね、国力を拡大させていくということもできるというね、そういったシナジーもあります。はい。ということですね。で、まあ、そうですね、フランスは、冒頭言いましたが、まあ、安定感のある、 文明の一つなので、あまりこう、対策という、えー、対策も、うん、そうですね。あんまりまあ、ないんですが、うん、ない、ないですね。あんまりね。まあ、あの、堅実に <laughs>、あの、勝負をしていくということしかないかなというふうに思います。あの、全般的な話で言えば、まあ、文化による勝利、 に対する対策としてはね、これはまあ外交による勝利の対策とか、科学による勝利の対策とか全部共通なんですが、もう武力、暴力で、 叩き潰してしまうというのがシンプルな対策方法になってしまうんでね。えー、まあ、軍事力が強い国とかは、そういう文明をね、もう暴力で叩き潰してしまうというようなことをまあするという対策方法はあるかなというふうに思います。が、まあ、フランスの場合は特に、あの、カトリーヌがリーダーの場合は結構軍事力も強いので、まあその辺もね、まあカトリーヌが リーダーの場合は、なかなかそう簡単にはあ、暴力で文化を黙らせるみたいなこともね、できないんで、あまあ、あのー、堅実に、えー、じわじわと、こう、戦っていくしかないのかなという感じはいたします。はい、続きまして、文化による勝利第2位ですね。今後。はい、この文明を持っていきたいと思います。で、今後はですね、うん、まあ、ちょっと、動かし方がね、 難しい文明なので、ちょっとあの、プレイ難易度っていうのは割と高めの文明なんですが、あまあ、総合的に言えば、国力を高めやすく、そして同時に、うん、まあ文化による勝利とも相性がいいかなということで、えー、今回は2位に持ってきました。 で、やっぱり、騎士の能力ですね。異物、秘宝、傑作の彫刻からそれぞれ特別な出力のボーナスを得ることができるということで、文化による勝利の条件を進めながら、同時にその傑作を使って、国力を増加させることができるというのがこの文明の強みかなと思います。また、まあ、純粋に、著述家と、 芸術家、音楽家のポイントが高いということは、まあ、これは、やっぱり、偉人レース、有利なんでね、純粋に、あすごく使いやすいかなというふうに思います。うん。まあ、あとは、専用の区域とか、あと専用のユニットとかね、まあ、そういったものも特に弱くはありませんので、まあ、そういったところを全部総合的にね、考えると、なかなか、 あの、国力の自力が高くあ、文化による勝利とも相性がいいということで、まあ、なかなかあ強いんじゃないかなということで、2位に、えー、持ってきております。で、まあ、この文明に対する対策としては、まあ、一つはですね、一応、うんと指導者能力で少し、えー、補強は あるはあるんですが、まあ、この文明はあ自分でその宗教をコントロールすることができない文明なので、あの、まあ、宗教を活用する文明の場合は、こう宗教でこう攻めていくということが、あまあ、明確なメタ対策になりますね。うんまあ、宗教どうしてもちょっとこの文明はあ自分でコントロールすることができないんで、ということがあります。また、あの AI は、 あの、あまり頭が良くないので、えっ、ー、と、傑作をお金がある場合は買い上げてしまうというのが、あメタになります。はい。あのー、まあ、今後の場合ね、特に普通の文明よりも傑作の重要度って高いんですけど、あのー、割とこう AI はそういうのを理解できないんで、あのー、お金余ってる場合は今後の国力を減らそうと思ったらですね、あの、傑作を買い上げてしまうというようなことも、まあ、できたりはしますね。 はい。あまあ、そんなとこかな。まあ、あとは、強いて言えば、あの一応専用のユニットが、長距離攻撃に対して、強い能力を持っているユニットなので、なるべく軍事的に攻めていく場合はですね、長距離戦闘ユニットに頼るのではない方法を使って攻めていく方が、有効かなというふうに思います。はい。では最後、第1位、ギリシャ。はい。ということで、えー、文化による勝利。 一位はギリシャを持っていきたいと思います。で、この文明はペリークレスとゴルゴーの二人指導者がいますが、まあこれはどちらでもということ。 で、ギリシャを1位に持ってきます。まあ、あのー、初心者向けにどっちが使いやすいかという点ではゴルゴの方が使いやすいと思いますが、はい。で、ギリシャはね、やっぱりアクロポリスですね。あの文化による勝利という意味ではアクロポリスです。で、まあ、これ、 が強力なので、純粋に区域を連打していくことで、文化による勝利を近づけていくことができるんで、まあ、あのシンプルにあの、まあ、文化勝利を狙っていくことができるということですね、まあ。そういう意味では、あの動かし方は動かしやすいかなというふうに思います。はい。まあ、あとは、まあ、特に、 あの、ゴルゴの場合はね、指導者能力が使いやすいですが、ゴルゴの指導者能力、そしてギリシャのプラトン超ですね。で、ワイルドカードスロットが増えるという能力も汎用性高く使いやすいので、あの、まあ、使いやすいということですね。うん、まあその使いやすさ、など、含めた総合点で、まあ、1位ということにさせていただきました。で、 まあ、ギリシャに対する対策はですね、まず一つ明確にあるのは、えー、現在はこの文明はね、アクロポリスによって代表団一つ追加することができる能力を持ってますんで、えー、っと、まあ、ギリシャはギリシャ一国の力というよりは、都市国家ですね、えー、そういうのをすべて含めた国力ということになっていく場合が多いんで、えー、まず都市国家潰しですね、ギリシャの対策は。はい。えーを 重点的にやっていくということが一つあります。ま,あ、また、あの、軍事力は、まあ、そこまで高い文明ではありません。うん。まあ、そこではゴルゴーにせよ、ペリクレスにせよですね。あの、まあ、そこまで軍事的には強い。 くはない文明ではありますので、あのまあ軍事強い文明の場合はですね、こう暴力で、えー、文化を叩き潰していくというそういうねあの伴族プレイで、えー、やっていくということがまあシンプルな対策にはなるかなというふうに思います。はいということで、えー、今回は文化による勝利、えー、ランキングということでこれで終わりにいたします。はい次回は科学による勝利やっていきたいと思います。